先生は自立歩行アシストをつけての登場です。歩行姿勢と自然と続いていきますので、このようなスロープでも膝の振り出しが自然と調整されます。また階段を降りると膝をしっかり固定するという形で安定した階段を降りることができます。トイレの場面でお二人で介助をしています。でこれおむつを替えたりするためには2人絶対必要になります。左手足が麻痺しているというそういう想定です。このように小柄の女性でも